こんばんは。翔さんハートありがとう。お寿司食べた。ともさんハートありがとう。もちろん配信するよ。お寿司食べた。そしたら爆睡してたよね。ヤッホー翔さんハートありがとう。みやこ先生ハートありがとう。浅野テレビさんハートありがとう。やったね、ヨークのちゃんありがとう。てかミキちゃんハート、ひまわり29さんバッカン、コバさんハート、ソニチセンスバッカンありがとう。正月やな。フラさんハートありがとう。燃えるゴミゴミさんジージーありがとう。ミーさん花束ありがとう。それな、しっかりね正月してます。あ、浦部さん、おえ大吉、大吉ありがとう。やっほー。生活リズム大崩れすぎて社会復帰できるか不安だよ、受ける。大丈夫だよ。お坂さんペンライトありがとう。何にも考えてない、大丈夫だよ。ミキヤくんセンスありがとう。お坂さんありがとう、ペンライト。ひとみちゃん、あ、共鳴ありがとう。タワーのお礼書いたよ。マイル神組のひとさんハート、まこやんハートありがとうございます。いいね、焼肉もいいね。大丈夫だよ、どうにかなるよ。でもさ、ほんと社会復帰私もできるかな。コバさんありがとう。東京1065室、あ、共鳴あ共鳴。ロベールさんありがとう。リノロフィーさんハートありがとう。ヤマさんあ共鳴。ケイクワトロさんセンスありがとう。ネギ塩牛タンさんハートありがとう。ミキヤくん、あけおめ、あけおめ、あけあけおめおめ。コバさんハート、ヤマさんハート。そっか、そんな会えないか。ご飯粒ちゃんありがとう、センス。なべさん、コバさん、ご飯粒ちゃんハートありがとう。いや、わかる。うん、大丈夫さ。スシローいいね。ご飯粒ちゃんパタパタ。柳さん共鳴。小葉さんパッカーン。マサヤさんハート。バンボシさんパッカーン。ご飯粒ちゃんテン。浅野テレビさんハート。ジゴさんパタパタありがとう。芝さん共鳴共鳴。シーメンさんありがとうパッカーン。わっ、リコツの歴史やったー、読んでくれてありがとう。108通も嬉しすぎる、本当に嬉しいよ。ありがとね。じゃあちょっと落ち着いたところで、よいしょ、お礼を。あ、ひなととらさんありがとう。ばっか、ひとみちゃん、ちょっと怖いかもしれない。初めてこのゆく年タワーの絵を描いたからすっごい怖いんだけど。ほうちありがとう。ひなととらさんありがとう。こばさんもありがとう。やばいんだけど、首浮いてるし、首生首だし。808さんもありがとう。ハート。ひとみちゃん、ショルマワードの日にタワーありがとう。ヨカノさん、ジンジンさん、サンソンさん、ヨカノちゃん、サンソンさんありがとう。かわいい、ほんと。え、うまっ、ほんと。ありがとね、あの時立ててくれてありがとう。嬉しかったよ。なんか副音声付きのなんか動画とかもさ載せてくれとってさ、それがさ、サクリンチハートありがとう。なんかほんと愛にあふれてて嬉しかった。ありがとう、ひとみちゃん。お、さきさん、あきおめって、あきおめありがとうね。ゆく年タワーぴょん。燃えるゴミゴミのゴミゴミの人さんありがとう。さきちゃん、あきおめ。アッシーさんハートありがとう。このやばいね、ゆーくって書いてる。怖いね、普通にこの絵。なんかありがとう。あっ、電波最悪やん。
8083だるまありがとう。電波悪くて画質絶対ガビガビでしょ。ありがとうひとみちゃん。ありがとうやで。上手ですか。え絶対嘘やん。今みんなお世辞っちゅうやつを言ったやろ。気使ったな。本当嬉しい。予想の100倍上手くてびっくりした。おおそれ嬉しい。こちらこそいつもありがとう。ありがとう。そう言ってくれて。はやさんパッカンありがとう。こばさんパッカンありがとう。ほんと今はもうご飯食べ終えた後だからちょっと休憩配信、ちょっと休憩、おはみんなとおしゃべりしながら休憩。シャワさん明けおめー。そら豆さんありがとう。ガビガビセンスそこに立体感 CKH 配信、ちょっと休憩配信 CKH。姫さんかわいい、ありがとう。寿司食べた、美味しかった。しかもみんなからもらったイクラも食べた、美味しかった。シャーさん8083マシャさん3310ケンさん明けおめー。日向坂さんシャーさんサクリンチ石井さん明けおめーうん、お餅も食べた。いくらみんなからもらったいくらってどん、いくら丼にして美味しかった。何のネタが美味しかった。なんだろう、タイエビとかかな。おたやんさんかわいい、ありがとう。タイイクラブリ、今日一番美味しかった寿司ネタ。大丈夫、そう喉が荒れないよね。あれおたやんさんかわいい、ありがとう。うーん、姫さんありがとう。ハートイカとかなんか美味しく感じたかも、印象的でしたね。でも普通にうーん、ズーです、ありがとう。パタパタね、8083ありがとう。回復薬優しい、泣いたイクラ食いたいな。配分やばい。ブンちゃんハート、セクリンチハート、ありがとう。ネギトロおらんかった、30連したかった。誰か私をお寿司屋さんに連れてってくれる人はおらんかのう。イカ美味しかったな。でもやっぱネギトロ、でもネギトロ今日いなかった。サーモンとか、あ、本当ですか、おごりますだって。隣のお姉さんに言うしかない。誰コバさんセンス、リサーチャーさん共鳴、おねだりコーチ、割り勘なら行きます。おお、私にお財布を出させるの怖い人いる。ギフトのフルーツまだ何、あ、マンゴーも食べたよ。千匹屋さんから届いたギフトのフルーツ券もう残ってるし、シージャク、江戸っ子のカズちゃんありがとう。ゆうなぎさんありがとう。みんなホットチョコ、すき林二郎ってどこ、すきや橋二郎だ、わかる。スシローいいよ、年賀状50通届いたらしいね。私の家に、初知りなんだけど。誰からも来てないです。お財布出すふりはした方がいいの。ふんふんふん、うん、マルル、マルルとは、マルルとこの前ショールームアワードで1位になったから、アワードと、ん、最優秀賞をもらったので、そのお祝いで焼肉連れてってもらえた。その時にマルルが嫉妬して、私にこの前は西村、あ、違うこの前マネージャーさんと、あ、やばいやばい私聞かなかったことにして。おたやんさん共鳴、ひひさん、スプーンさんありがとう。
ちょっと今のなかった。あ、山猫坊主さんありがとう。あ、大吉だ。この前その大吉、大吉でなかったことにしよう。そうそう、出たよ、そうやって揚げ足取ってコメントする人。まあその人と言ってたじゃないですかみたいな。でそれで大公開してしまった。でもまあ誰かは分かんないじゃん、顔がね、分かんないから。でその人と言ってたじゃないですかみたいな。あの時はどっちから誘ったんですかマルルが言った。808さんありがとう。あ、離席したらその隙に払うんだ、スマート。ケンタッキーさん今日目、その間に私が帰ってたらどうするの、そっちらしい。あ、食い逃げじゃないよ、ただただ私があの その間になんか食い逃げやばいね。あの私がさすーぐ帰ってきたらどうするの、そちらし。そう、それでまるる、その時にいやそういう流れになってみたいな言ったら、そうですかみたいな、その前はまるまるさんと中華食べててみたいな、いいじゃないですか。そういう時は、あ、でもなんか急に語り始めて、まあおごりたいって思われることはいいことですよみたいな感じに言った。そう、急にそうやって言ってきた。だからありがとうございます。ジェラマルル、ジェララ。そう、なんか。離席しないといけないの、そういう時って。こそっと会計してる途中で領収書取ってるって見られたら世界一恥ずかしい。恥ずかしい、おもろい、うん、なあ、めっちゃ面白いやん。ジェラピケ会めっちゃ恥ずいやん。経費だったんだって。レシートはって、はい、鈴木秀和さんありがとう、結婚して。ちょっとアレルギー反応が出ちゃったかもしれない。今度はお茶こぼさないよ。ビショップアウンさんありがとう。ボヤッキーさんもありがとう。おばさんありがとう。経費で落とされるんか。サクリンチかわいい、ありがとう。808さんかわいい、ありがとう。あ、違った、間違えた。808さん回復薬ありがとう。いのちさんパッカーありがとう。みきやくんハート、シーバスさんハートありがとう。結婚してアレルギーです。なんかゴリってた、また麦だな。シーバスさんありがとう、ハート。モビーさんパッカンありがとう。歯が削れた説濃厚ですね。ついに私も経費にされちゃうなんて。ベボさんありがとう。コバさんありがとう。ね、ゴリっつった。ね、さっきもう床でゴロ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 してたけど、髪だけサラサラにしてもらえてよかった。してヘアアイロンだよね、ありがとう。いのちさんハート、おお、小人さん共鳴、コンコは共鳴、サンソンさんありがとう。ばっか毎日アイドル出たね。株も384日ありがとうございます。今の満腹度、え、わかんない、8とかかな、
苦しいとかもなってないから、8とか9とかじゃない。そう、あくび出ちゃった。でもさ、腹8分目みたいに言うくない？そう、腹8分目。あ、9いった？いや、わかる。13ぐらいにさ、いっちゃうからね。こんぐらいがちょうどいいよね。ヨニギメタルさん、パッカーありがとう。モリモリさん、だるまありがとう。食後でちょっとお眠。しかもさ、ご飯食べてる途中になんか寝ちゃったからさ、そう、お餅、食後のお餅を焼いてる途中で寝ちゃったからさ、そうなの。赤ちゃんすぎた。長吉さん、パタパタありがとう。サクリンチ、ハートありがとう。パピョーンさん、ハートありがとう。クレンパサラさん、共鳴、共鳴。そうだからさ赤ちゃんすぎたね。工藤さん、それ赤ちゃん。そう、イシーさん、ハートありがとう。そうで、それでまた 目覚めて、お餅といくら丼のおかわりとあとマンゴー食べた。パピョンさん、ありがとう。パッカンね、私運動した方がいい気がする。食後のお餅食べたよね。もう正月太りなんてもう不可避やで。そう、おかわりした。食いしん坊です。うん、プリプリになってる。プリティね。奈良倉さん、パッカンありがとう。消化、この配信でね、消化する。喋って消化。でも今休憩中あ、シャーベットとかも食べた。メロン味のシャーベット、千匹屋さんのみんなのおかげで食べられました。コバさん、ありがとう。パッカン。フォーユーさん、パッカン、ありがとうね。マジで寝れるよね。永遠に寝れる。今夜は多分すごい爆睡するんだろうな私。ジェイさん、パタパタありがとう。カツさん、ハートありがとう。ね、ね、正月。どうやろね。あ、脳を動かすのが、いっぱい喋るのがいいってこと？そう、これは休憩中配信。そう、高橋さんは共鳴、あ、共鳴。多分なんか1時間半とか寝てたよ、多分私。今日だからもう12時間半寝てることになるわ。パッカーセンス、うん、うん、消化できるといいな。やっぱさ、お腹がちょっと過ぎた状態でさ寝るのが一番いいじゃんアムトンさん、ありがとう。パッカーセンス、たくさん寝るわ。爆睡する。え、本当に眠れて幸せなんだよね。うん、休みといえばこうだよね。てへてへ。ほんと、小人さん、パッカーありがとうこれほんと綺麗だね。おー、翔平になりたいよ、周平ね。ほんと寝すぎ、良くない、良くないじゃん。エイキって何？エイキ、ヒデキ。フォーユーさん、ハートありがとう。と、消化したい、消化したい。寝すぎは寿命が縮まるらしいです。イシーさん、ハートありがとう。へえ、そうなん。レモンさん、あけおめ、あけおめ。うん、
え、でもさ、なんか今字を書くさよりはなんかお絵描きする方が好きだから、今日は お話ししてお絵描きとかしたい。今日はなんかちょっと書き初めじゃないかもしれん、気分が。ニックさん、だるまありがとう。ソソさん、ハートありがとう。お絵描きいいでしょ。ヤギさん、ありがとう。ヒデキは紐なの。アイドルはしっかり寝ないと。それな、アイドルに限らず人間はしっかり寝よう。うん、お絵かき染め。ヒロさん、明けおめありがとう。ジェリーさん、バラありがとう。でもどうやろ龍書いてって。龍は真剣に書くよ。え、ちょっと待って。ネギ塩牛タンさん、コマさんありがとう、イッシーさんありがとう、おえりゴミゴミさん、ネギ塩牛タンさん、イッシーさんパッカンありがとう、サンソンさん、ネギ塩牛タンさん、ハチズラハチさん、ロビンさん、コマさんパッカンありがとう。できたよ。かわいいんじゃない？ネギ塩牛タンさん、ハートありがとう。野原しんのすけのすけさん、レインボースター、ネギ塩牛タンさん、イッシーさんありがとう。お肌ツルツル？嬉しいんだけど、褒め上手やな。じゃーん、どうよ、どうだよ。ケイさんありがとう。あ、いいじゃんいいじゃん。でもさ、なんかさ、口がキモいの。タカケイさんパッカンありがとう。で、なんかさ、歯が生え揃ってる感じなの、口なんか出っ歯。手とか絶対弱い。なんか歯科矯正中受ける。まだいける。なんか口が前に出てる。なんかなんか変。渋い顔してる。口はワニみたいに描くといいよ。わかった。
そうやってみよう。アドバイス手に入れてみたけど、おえアドバイスをちょっと入れてみたい。野原しんのすけのすけさん、小人さん、小葉さん、ネギシュウギュタンさん、ありがとう。カラスさん、小葉さん、タカケさん、共鳴。こんな感じになったよ。顔はワニみたいにしてニョロニョロさせてみたらこうなった。あやばいね。リノロフィーさんハートありがとう。あ、ほぼヘビ、ほぼヘビ。なんだろう。確かに手が変。性が性もない。おっととさんハートありがとう。100日後死にそう、受ける。おゆうさんありがとう。うなぎ場に怖い怖い。味があるって言われたんだけど、この足で絶対全部支えられんよね。足違うか。あー面白い。絶対変だ。この子絶対やばいよね。エジプトにそう受けるんだけど。エジプト出身？残念。残念だよ。いい味、いい線いってるかと思った。ヘビワニ。獅子舞。獅子舞とかいけないよ。獅子舞とかもう見たことないもん私。獅子舞できたよ。タカケイさんありがとう。コバさんもありがとう。獅子舞ってこんなんじゃない。スクリンチありがとう。コバさんありがとう。コバさんばっかー。獅子舞ってこんなんだよね。顔合ってる。あ、ほんと？こんな気がする。え、ポケモンにおる？雰囲気出てるよね。歯こんぐらい揃ってるよね。なんかこんなんじゃない。鬼氷夏いドッスンっぽいよね。鼻か。鼻キャラいるよ。カイロスに似てるって。カイロスこんなんだっけ。デコボコフレンズこんなんいるね。確かに。わーい、あきおめさんありがとう。わーい、あきおめさんありがとう。あきおめ、わいさん、あきおめだった。わーい、じいちゃんおる。あ、おるね。
もう獅子舞ってさ、歯のイメージ。リコ、織田信長描いてほしいの。こういう絵描いてっていう時にさ、織田信長ってさ、出ることなくない？織田信長いいよ。ちょっとうまい気がしてきたんだけど、この状態で。コバさん、コバさん、ネギショウ牛タンさん、ありがとう。織田信長ってどんな顔してたっけ。ぽいかも。山さん、ありがとう。醤油系、割とぽいかも。じゃーん。え、可愛くない？龍にちょっと刺さってる。あ、え、ぽくない？織田信長ってこんなんだよね。そう、可愛いんだけど。883ジージャー、ありがとう。え、これぽいよね。織田信長って言われてもなんとなく信じるよね。たけさん、いいね、ありがとう。ネギショウ牛タンさん、かわいい、ありがとう。カラスさん、ハートありがとう。あ、認める？ほんと？なん、間違いなく織田信長、ほんと？あ、ほんとに？センスある？ほんと？ D さん、あ、共鳴。織田信長、割となんかかわいい顔してたよね、3人の中でも。これじゃ天下取れない？本当？このが、じゃあ豊臣秀吉、じゃ家康かくね。家康、小型ペンギンさん、いいね、ありがとう。なんかね、私の中で家康は割となんか顔がベース型な気がするね。四角い。奥田さん、ハートありがとう。髪の毛ってどんなだったっけ、家康。みんなハゲてる？なんかちょんまげ？コバさん、ありがとう。勇気、ネギショウ牛タンさん、ありがとう。ちょんまげ？ハゲではないんか。トンちゃんパパ、ありがとう。ハゲかと思うたね。家康はさ、883じいじありがとう。失礼、はい、失礼しました。曲げか。ハンニバルさん、ありがとう。ひげは、ひげは剃ってる？ひげはない。あ、あれ、ハゲは剃ってる。ちょんまげのために剃ってるのか。たぬき顔？ちょび？家康ってこんなんじゃない？ふうさん、ハートありがとう。家康ってこんなんだよね。私さ、秀吉は描ける気がするんだけど、家康どっちかって言ったらこんなんだよね。おめえ、くるくるけね、ギョロ目に似て、だよね、なんか目ってこんな感じだよね。雰囲気ある？あ、福耳なんだ。あ、そこ重要だね。こう？ちょっとめっちゃ見たんじゃない？ネギショウヒュータンさん、かわいい、ありがとう。
これめっちゃ似てるんじゃない？ちょっと深耳で一番似てるんじゃない？家康だ。え、じゃああれは豊臣秀吉は私の中での豊臣秀吉よね。コバさんありがとう。全然似てないかも。コバさんありがとう。こんなんだっけ？こんなんじゃない？なんか。あー、やっぱ顎から口にかけて細いよね。なんかこんなんだよね。8083、コバさんありがとう。ちょっと、あ、雰囲気ある？わかる。え、もうちょっとなんか口がなんかうんーって感じだったけど、ちょっとイメージ通りじゃない？おはゆうさんありがとう。雰囲気似てる。なんかさ、みんなさ個性ありすぎてウケるんだけど。アッキーさん、ほうゆうさん、え、目垂れ目なんだ。ハンニバルさん、ひなととらさん、いいねありがとう。アッキーさんありがとう。いや神経質そう、ほんとおもろい。もうちょっと芋っぽいんだ。え、じゃあみんなのなんか私的にはもうちょっとなんか、もうちょっとこういう感じだったかもって思ったのがあって、もうちょっとなんかこういう感じじゃない？どっちかって言ったら、ちょっとなんかもうちょっとこんなさ、こういうちょっと口さ大きくなかった？だからさ、こっちの子もさ、こうしたらいいんじゃない？ネギ塩牛タンさんありがとう。あ、こめかみが出てんだ。バンボシさん、あ、清め。ネギ塩牛タンさん、ウクストのさ、信長推し可愛いよね。織田信長が一番可愛い。小人さんありがとう。いや、わかんない。もうちょっと写真見たら上手に描けるんじゃない？一週間ぐらい寝てなさそう。あんさすごいよ。え、じゃあザビエルは？え、ザビエルって髪の毛あったっけ？あ、ザビエル髪の毛ありそう。生やしたらそれっぽい。ザビエルってこんなんじゃない？大阪のひろしだよ。ザビエルってこんなんだよね。フランシスコ、ちょっとカッパ違う。ちょっとポーズ、これこれ、クソ獅子舞に乗ってる。え、可愛いんだけど、なんかすごいさ演技良さそうじゃない？うん。ペリーわかんない。ペリーってこんなんだよね。なんとなく、ちょっとペリーってこんなんじゃない？アンさんありがとう。ペリーって髪の毛結んでた？なんかだいたいこうやって描いとけばなんか似とる気がするんだけど、誰？
え、キムタク。確かにベートーベンとかさ、ウケる。一番シンプル。誰これ。確かにハリーポッターの先生にそういう人いた。誰が私歴史上人物で一番似顔絵が描けるかな。カゼさんありがとう。ビジュアル系がメイクを落とした感じだって。伊藤博文。ほくろがあったよね。ちょっと待って、ハゲ。髪の毛はどうですか。小人さんありがとう。カズさん、モモンガさんありがとう。髪の毛あったっけ。ノーヒントで。ただここまで来たよ。伊藤博文ってこんな感じじゃない。ほくろがあったよねここ。ハゲって。こたつ猫さんありがとう。パタパタ。ファンのみんなの顔とか描きたいんだけど。え、こんなんじゃない。真っ白な歯、なんかね、真っ白な感じだよね、おひげが。上はない。あ、じゃあこれなんじゃない。おお、大阪の人らしたよ、結婚して。なんでギリ似てる。なんか多分だけど、こうしたら。ちょっと待って、おでこのシワ描いたらかわいそうな感じになっちゃった。やめた方が良かったかもしれない。横はある。見て、あ、じゃあ似たかも。はい、どうかしら。似たかも。煮卵。ああ。そんな人いるよね。離れた！やばいじゃん。いや、親父に似ちゃうんかい。あ、いい感じだって。聖徳太子。え、一番思い浮かばないかも。聖徳太子が一番思い浮かばないか。え、聖徳太子ってどんな感じだったっけ。わかんない。聖徳太子わかんない。なんかこんなひげ生えてたよね、聖徳太子って。コバさんありがとう。カズさんありがとう。ありがとう。カレンさんありがとう。聖徳太子ってなにこれ。もう悲観できちゃったんだけど。あれ、歴史の時代。ほんと表情微妙すぎ。みんなみんな、なんか表情これやばいね。大阪のひろしだよ。ありがとう。 X カズさんありがとう。ハニマルさんありがとう。あ、顎ひげ上げもある。あ、帽子なんだ。感じかな。なんかかわいそう。偉人カード。でもちょっとこれはかわいいから好きかも、この3人は。あ、木の板が諸葛孔明っぽい。それだったのか。8083ハートありがとう。ここの3人か。
難しい。才能ある？私の絵アクスタ欲しくなるねマジこれ誰？これ何これ？スナイプ先生やばいね。え、家康伝わる？え、嬉しいんだけど。え、ちょっとちゃんと調べて書いてみようよ。いやでもちょっと調べてみるだけにしよう。なんかもうこれは味だよね。年表じゃないよ、間違えちゃった。あ、帽子かぶってるんか、豊臣秀吉。あ、全然違ったほら、あ、全然違った。なんか小顔効果ついた今切るんだけど、ちょっと豊臣秀吉に小顔効果必要ない。やすくん、さとくん、ありがとう。待って、さっきの人誰？帽子？徳川家康。あ、みんな帽子かぶってんだあ、やっぱ福耳で似てますね。あ、で織田信長。あ、信長ちゃん可愛いじゃん。あ、うーん、なるほどね。エボシ。あー、悔しい。そっかそっか、もうちょっとその、あ、でも福耳なんだね。あー、垂れ目。あ、でも割と釣り目。あー、確かに猿と言われれば猿です。コバさん、ありがとう。あー、マゲホルダー、なるほどね。大阪のヒロシだよ。いいね、ありがとう。サブさん共鳴、カジさんハート、アッカーもありがとう。サビエルだいぶ違う。うわ、だいぶ違う、だいぶ違う。もうちょっとお目目ピカピカだし、髪の毛も短めだったね。うわ、しかも向いてる方向も違った。私ザフィエルって帽子かぶっちゃったと思ったんやけど違うね。はやすさん、ありがとう。うわー、悔しいね。フリマロバカさん、ハートありがとう。信長グッズにするの、短めというか、てんてん。あれ、帽子？ペリー。あー、髪の毛ここ整えたら。でもさ、ペリーもさ、なんだかんだあの、あれに似てない？スネイプ先生に似てない？スネイプ先生なんじゃない？あー、なるほどね。うろ覚えすぎたね。うん、そうな。あー、いかつい。あ、聖徳太子ね。帽子かぶってる。ああ、全然違うね。諸葛はほぼ一緒やん。ゴミゴミさん、ハートありがとう。アニメ見てたよ、パリピ孔明。ほぼ一緒やん。でもなんか諸葛の方がさ、なんか背が高そうなイメージ。ゴミゴミさん、ありがとう。ハート。タケさん、ハートありがとう。
ね。コバさん、パッカンありがとう。うん、ノアピ。信長ちゃん。メールに載せてほしいの？うん、いいよ。じゃあ今から写真撮っといて。たけさん、コバさん、ありがとう。信長ちゃんグッズ欲しい。綺麗に撮ってピントも多分合ってると思う。で聞いた。パタさん、キョンさん、ありがとう。偉人協会に訴えられたら許してっていう。そんなつもりは。訴えられるかな。リスペクトあるよって言うね。アルプスの屋上さん、ありがとう。小人さんもありがとう。パッカン許してにゃんっていうね。そうする。想像のガンダム、想像の宇宙人。だってむずいじゃん。ゴミゴミの人さ、ハートリュー四角くなるよ。ガンダム宇宙人はもう普通のやつしか思い浮かばない。じゃあ何書いたか当ててね。あ、かわいいかも。かも。いくよ。808さん、サトリアさん、顔文字さん、チョコありがとう。絶対当ててね。いくよ。じゃーん。あー、コバさんありがとう。誰おもろいて。僕じゃないけあ、ジャージャービンクスかけるよ。はなかっぱでした。これアニメのキャラクターね。ジャージャービンクス描いてあげよう。ジャージャービンクス描けそう。ジャージャービンクスってさ、こんなんだよね。怖いかも。ちょっと夢に出てくるかもしれん。ジャージャービンクスってこんなんだよね。顔だけしか知らない。ちょっと怖いかも。
よ。墓も。本当この口得意やね。確かに愛嬌、あ愛嬌か。 SOF さん共鳴。ミーはこんな感じ。ジャージャー顔、ピンクス顔呼べ。おもろい。本当？え、やばい、チョルルとか絶対難しいよ。ちょっとこれは間違えられないので却下で。はなかっぱ出てきてもいい。土駒さんありがとう。ミッフィーが口開けたらそうなるの？土駒さんありがとね。コバさん、わかんないよ。ルフィもおじゃる丸も。想像の私が見てたアニメから出題です。コバさん、パウくん、センスありがとう。ワタポリちゃん、音符ネギ塩牛タンさんありがとう。コバさん、トモさん、ハッピー侍は現役よ。ネギ塩牛タンさん、池様、コバさん、いきまーす。じゃん、誰だ。池様、大阪のひらしさん、かわいい、ありがとう。ちょっと口が太くなっちゃった。あ！あ！ゴリゴミさん、池様、ありがとう。おお！嬉しい嬉しい。嬉しい。魚さん、ハートありがとう。おお！嬉しいんだけど。アニメ出てたっけ。嬉しい。正解は早々のフリーレンのフリーレンでした。ミスに書いたよ。嬉しい。上手。じゃあ次は鈴木一郎さん、フリーレンの中からまた。コバさんありがとう。佐藤くんありがとう。ありがとうね。フリーレンの中から。これこそ伊藤博文すぎる。クリオネ受ける。これこそ伊藤博文か。あれ、キャップどっか行っちゃった。乾いちゃうよ。
老人老人あった。正解はまたまたそもそもフリーレンの中のヒンメルおじいちゃんの姿。ハゲヒンメル。ヒンメルめっちゃイケメンなのにさ、私マジヒンメル大好きなんだけどさ、シュトレックの師匠アイゼンかいね。あ、惜しい、ヒンメルでした。もうアイゼンもなんかようわからん顔しとるよね。なんかもうヒゲみたいな。ヒンメルもこんなんじゃない？勇者ヒンメルのハゲたら29年後。逆さまにしてもあ、ギリギリ顔じゃない。ヒンメルはでも私マジでヒンメル好き。ヒンメルを見ながら描こうよ。ほらヒンメル、ほらヒンメルのおじいちゃんの姿ってね、マジね瞳だけ綺麗なんだよ。ほらほら、ほぼ一緒でしょ。辛いんだけど、ヒンメルおじいちゃんになっちゃった。瞳だけ綺麗なんだよね。マジさ、ヒンメルだけがさ、もうイケメンヒンメル様がさ、イケメンヒンメル様だったのに。見せらんない。小人さんありがとう。ゴミゴミさんハートありがとう。いやヒンメルマジねイケメンなんだよ。小人さんありがとう。バンモシさんありがとう。エヴァはエヴァの横顔なら得意です。私わかんない。もう目が、私の目までバキバキになっちゃうんだけど。エヴァってさ、ちょっとヒンメル上にヒンメルエヴァってこんなんじゃない？横から見た時のなんかボロボロのエヴァ。マジで怖いんだけど。怖さありがとう。目バキバキエヴァ。エヴァがなんかボロボロになった。てしまう。バンボシさんありがとう。ハート、そう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 、高速、え、そう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 、え、そうそうそう、周りの皮が全部剥がれちゃったやつ。バンボシさんありがとう。マジさ、エヴァの、そう、エヴァの中身、肉のところ、エヴァの肉のところ、中身、え、マジで恐怖なんだけど。マジ、まあ何度見てもこういうのとか恐怖。瞳がある感じが超怖い。マジエヴァの中身恐怖なんだけど。ねえ、エヴァってなんなん？結局さ、今もさ分かんないんだけどさ、エヴァってさ本当の生身の人間なの？怖い。
もうタイトルつらい。エヴァンゲリオンの中身わら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 。ねえ、よくわかんないよね、エヴァパーツが始まる。夢に出てくる人間なん怖いよ。やめとこ。中身そう、サクリンチハートありがとう。あ、本当？小人さんありがとう。クバール？クバールって誰だっけ？ゾルトラークの人だ。書けないよ。あ、ヒンメルどこ？間違えた。フリーレン。あ、フリーレンっぽいね、なんか。もうちょっと耳が可愛い。ハヤスさんハートありがとう。ゾルトラークのあいつ。サクリンちゃんありがとう。あ、そうなん？コバさんありがとう。絵が上手に描けたらいいのにな。なんかさ、ぴゃちゃんとかみたいに絵が上手に描けたらいいのにって思う。喉やばい。上手？本当？上手？鍛える？燃えるゴミゴミさんハート、コバさんもハートありがとう、サクリンチもパッカンありがとう。ドーラ？ドーラは何？ドーラ？本当？え、上手？嬉しい。不幸ナイトってもう忘れちゃったんだけど書き方。本当？あ、芸術的？芸術的タッチがありますか、私。よいしょ、よいしょ。あ、ドーラか。そのドーラか。絵心ある？欲しい欲しい、絵心欲しい。絵好き？嬉しい。岩田さんハートありがとう。ヤスくんパッカンありがとう。コバさんハートありがとう。ヤスくんにお礼あるよ。ショールームアワード2023の日に行くとしたわ、ありがとうございました。そして1月1日年明けには来るとしたわ、ありがとうございました。龍うまい。え、これは見て書いたんだもん。どう、あやかちゃん、共鳴共鳴、あけあけ、おめおめ、やすくんありがとう。でも急に過ぎて分かんないかもですか。あれってなってるか。大丈夫か。これ直した？さっきのも龍だよ。さっきの龍はちょっと見ずに描いた。これはタワーのあれをせ、あの見た。見ながら描いたからできるの。カズさんかっこいい、ありがとう。いいねもありがとう。コピトさんありがとう。センス。え、うまいって才能やねけど。嬉しい。お、
やすくんいないかも。たまにさ、いないときあるんだよね。早すぎたかも。じゃあなかったことにしちゃう。なかったことにしよう。急に。ほんと？グッズにできる？模写が得意。そう、模写が得意なんだよね。得意は模写なのさ。や、あ、やすくんいるじゃん。ねえやすくん、返事して。あけおめありがとう。やすくん返事して。急に怒ってる私。急に怒。返事して。ゆくくるコンプありがとうね。それゆく年くる年コンプ。やすくんありがとう。お、なおさん共鳴。やすくん、ミッション中とかだったら。あ、やすくんいたやすくんありがとう、ありがとう。やすくんよかった。つん、怒りこちって言われてる。さんまるママハートありがとう。よかった、やすくんいたいた。来る？ミッション中かもって。そう、心配した。そう、よかった。なおさんありがとう。チョコ、あ、スクショしたよって。やすくん急にさ、いや、なんか急に怒鳴られてかわいそうだった。ごめん、ありがとう。やすくんは何をしたの？いいなって。みんななんかそんなにリコちゃんに八つ当たりされたいみたいな。ね、かわいい。よかったよかった。いいなーじゃないんよ。ありがとうやすくん。お絵かき、この竜はなんで上手なんだ。そんなみんな怒られたいの？2024年の目標、八つ当たり。いさおちゃんお疲れ、ありがとう。お疲れー。かわいいもありがとう。褒められたいです。褒めるよ、いっぱい褒める。いさおちファイトもありがとう。八つ当村に引っ越してきたんですか？八つ当村褒められたい。私も褒められたい。今後の話し会で怒られたい人が続出、やばいな。神々さんハート、イサオチハート、ありがとう。シーバさんセンスありがとう。お利口さんたくましくなっていく。ヤスくんかわいい、ありがとう。なんか素直ですね。いつも素直か、ヤスくん。ありがとう。あやかちゃん、シーバさんありがとう。コバさんもハートありがとう。ゴミゴミな人結婚して。確かに。じゃあツーショットでお小顔披露するか。ゴミゴミさんありがとう、花束。違うレーンにいれば怒るよりもなんかもう呆れます。私のことそんな扱いするんだ。オッケー、じゃあ私もあなたのこと知らないからってなる。ゴミゴミさんありがとう、花束。やばいね、悪いね。うん、いさおちハートありがとう。やすくんレインボースターありがとう、キラキラ。いさおちセンス呆れる、あ、センスありがとう。そう、呆れる。そう、へえ、私のこと2番目って宣言してるよみたいなもんだね。分かった、じゃああなたもこれから私の2番目よ。なんなら2番目以下だわって扱いするわ。怖い。ゴミゴミさんハートありがとう。いさおち明けおめありがとう。なべさんハートありがとう。うん、私の2番目。そうね、うん、お茶
茶うまいお茶うまい応援さん、レインボーストありがとう。ツン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 、うん、え、抹消する、抹消されました、目力。お茶、お茶や、そう、順位だなって、ね、お茶こぼしたズボンは、うん、下に行きました。いさおち、かわいい、ありがとう。かわいい、かわいいかな。かわいいかな。にゃんにゃん。本当。目が大きいですね。やっぱいいんだよあのアイシャドウが。セックさん、あけおめありがとう。あけおめ。八浦八さん、だるまありがとう。さくりんち、かわいいありがとう。かずさんもかわいいありがとう。八浦八さん、だるまありがとう。オンリーワンだよね。でもなんかこのルームちょっとオンリーワンが増えてて嬉しい、増えてきて嬉しい。応援さん、パタパタありがとう。小人さん、センスありがとう。シンクロワッサンさん、お経目。応援さん、パタパタありがとうやっぱさ、なんか人生ゲームで遊んだことある、一回だけある。なんか車にさ、なんか爪楊枝みたいな刺すやつだよね。ねえ、オンリーワン率高いよね。応援さん、バラありがとう。ロンリーは大丈夫。応援さん、パタパタありがとう。シンクロワッサンさん、ありがとう。クロワッサン食べたい。イサオチ、ありがとう。センス、応援さんもありがとう。センス、そっちの爪楊枝みたいなね。嬉しい、リコチルーム。三日月のクロワッサンもガチ美味しいよね。応援さん、共鳴。あー、食べたい。パンがやっぱり食べたいですね。サニーパンか。サニーパンってさ、わかる、あの練乳入ってるやつだよね。8083、ありがとう。あれ本当に美味しい、ね、あ、人生ゲームってスイッチでもある。イサウチ、ありがとう。回復薬。ミツさん、あきおめ。あきおめ、マリトッツォ。わかる、クロワッサン食べるときってさ、マジボロボロこぼれちゃうもんね。サニーパンは、そう、福岡のそうパンなんだけど、普通のコッペパンの中に練乳がとろろって入ってる。8.7 メロンパン美味しい。あれ、アーモンドのスライスが入ってるのがあれ一番美味しい。ザクザクな感じ。マイレガミガミな人さん、ハートね、ポロポロ、人生感じる、ウケる。練乳ぎっしり、そう、練乳しか入ってない。カレーパンもいいね、おいしいマリトッツォ。ちくわパンって何、ちくわなの、ちくわが入ってるのかな。お、わかります、ヤッポー、みんな。へえ、クロワッサンとクロワッサンの生地のワッフル絶対おいしいじゃん。そうってとこ、パンにちくわが入ってるの絶対おいしいやん。バリーさん、センスありがとう。惜しみなくバター作る。ねえ、やっぱいいね、バターたっぷり。バリーさん、ありがとう。センス、オグラトーストいいな。私、名古屋に旅行行ってみたい。行くなら、そう、名古屋に行って、うん、小倉トーストも食べたいし、あの手羽先とか味噌カツとか食べたい。ソーセージ料理のソーセージがちくわになって、私もそういうのちょっとイメージした。そんな感じなのかな。なんか合うんやね。シュトーレン食べてない。シュトーレンってあれ、なんか砂糖のかかったパンやね。あー、
ひつまぶしもいいね。音もする？おいでーって、え、行く行く。ポストさん共鳴ありがとう。あとはお土産にピオリン、小さな恋のメロディーさん、クッカーありがとう。え、あれピオリンだよね。ピオリンってさ、あれピオリンだっけ。あ、ねえ、思った、私ピーヨンとさ、なんかピオリンがさ逆になって、え、なんで、なんでピルクルさんなんだった。あ、中吉ありがとう。姫さんハートありがとう。コバさんパッカンありがとう。ピオリンになってる。ピエヨンと混じると思って、え、私今ピエヨンのこと言ってるんじゃないんって思った。ピオリンはなんか名古屋のお菓子、ピオリンチャレンジっていうのがあって、新幹線で帰るときにピオリンが潰れないかどうか。そう、姫さんハートありがとう。ハツルハツさんハートありがとう。うなぎパイどこ、滋賀、ううん、名古屋の隣どこだろう、静岡。小人さんありがとう。パッカーン、コバさんパッカーンありがとう。バリさん、あきおめ、あきおめたくさんありがとう。あきおめパラダイスだった。いさおちハートありがとう。え、やっぱ並ぶんだね。浜松、千葉、静岡、合ってた。爽やかなハンバーグまだ食べたことない、食べたー。めちゃめちゃ、あ、もう食べてみたい。すごい、ハンバーグ、うなぎはやっぱうなぎパイは浜松。あ、そうなんだ。いさおちゃんありがとう。パッカン、うん、そう、持ち帰るやつ。ピオリンはなんか揺れて崩れやすいらしい。爽やか食べたい。あ、くしゃみ出そう。でも福岡のむっちゃんまんじゅうも美味しかったんだよな。ゴミゴミの人さんハートありがとう。コバさんパタパタ、間違えた、センスありがとう。滋賀県のサラダパン、美味しい。どんなの感じなんだろう、知りたい。ベリーちゃんパッカンありがとう。ミキヤくんハートありがとう。え、爽やかは有名だよ、爽やかなハンバーグ屋さん。静岡県旅行せな、くしゃみ待機したの、やばい、出なかった。わかる、むっちゃんまんじゅうのハムエッグガチで美味しい。びっくりしたもん私、えっこんな美味しいの。カスタードとかその小豆とかの方があれかな、美味しいかなと思ったら、しょっぱいのめっちゃ美味しい。ハムエッグも美味しいし、え、でも私角煮の方も食べたかったけど角煮売り切れた。だから、え、何気に広島にお店あるの、むっちゃまんじゅうどこある。なんか市内にあったら食べたいんだけど、特に区は。ダンバラ、あー遠いよね多分、広島市内じゃないよね。ダンバラ、合いびき派、100牛いいじゃん。ねえ、ハンバーグも、食べたい。コバさんありがとう。むっちゃん、シーバスさんハートありがとう。ストーチ7県のツアープラス各県行きたいんだけど、あ、港区、港区、ちょっと待って、港区受ける、南区か、あ、南区、むっちゃんまんじゅうは、え、ダンバラ近い。いさおちハートありがとう。南区役所からどんぐらいなら食べに行く旅を計画するかも。ちょっと港区はやばい、むっちゃんまんじゅう南区はやばい、ね、え、行ってみる。山口のおすすめ食べ物、瓦そば、
広島駅前の大きな橋渡って左に歩いてったらダンバラ、あそこら辺なんだ。おー、なるほどね。平成天狗さんありがとう。小人さんもありがとう。あけおめパッカーン。小人さんありがとう。あけおめローカルチェーン、一休のラーメンとかかな、どんどんのうどんとか、なんか山口発祥とか聞いたけど。88さん、コバさん、燃えるゴミゴミさん、ハートありがとう。あ、え、近代美術館の近く、もしかして。あ、ならワンチャン私いけるか。マルキュー、マルキュー、マルキュー、おお、2号線まっすぐ行ってちょっとだけ来た。ほう、まこくまさんハートありがとう。なるほどね。うん、現代美術館から近いなら割といける。もう散歩、ガチ散歩で行くかも。どんどんうどんは萩市か。そっか、萩市発祥か、萩発祥か。小人さんありがとう。キラキラばっか。え、国松さん行ってみて。あ、むっちゃんまんじゅう広島で検索すれば大丈夫。わかった。あーさん、パタパタパチパチパカパカありがとう。パッカーン。やっぱどんどん山口県しかないんだ。お、嬉しいぞ、そういう情報が言えて。広島県民らしくなってきたぞ。ゴミゴミさんハートありがとう。コバさん、パタパタパタありがとう。一休ラーメン調べたら食べてみたく、え、一休のラーメンもそうでしょ。あれも広、あ、福岡、あ、違う、山口だけでしょ。どっちやね、広島、福岡、山口、山口のソウルフード、いや、それな、バリそばね。確かに私もバリそば、あ、ソウルフードって出てきた、嬉しい。チキンチキンごぼうしか勝たん。山賊はあれは山口県の岩国市にあるなんかワイルドなご飯屋さん。ソウルフード、あ、そうなんだね。宇部がほんま、あ、そうなんや。一休、宇部ラーメンよね、一休は。瓦そばも確かに。一休の生麺マジか、スーパーで。それはすごい。うん、宇部ラーメンだったような気がする。うん、おいよ、あのうどん屋さん、卵うどん絶対おいしいじゃん。確かに山賊、大きなおむすびとか、うん、鳥さん、大きな鳥さん、山賊焼き。小人さんありがとう。ヘンス、ララテンさんハートありがとう。この瓦そばも美味しい。瓦そばは割とフライパンとかで作れる、もう山口県民にとってはお家のご飯って感じかな、割とね。今年もよろしくお願いします。おお、文房屋さんと一休ラーメンは今年中に行くぞ。確かに今年って決めたら行きやすいかもね。まだまだ時間あるし、今年嬉しい。私もなんか今年中に何々したいとかさ、夢作りたいな。メンバーと遠出したい。山口山賊は1回しかないんです。そう、一休、そうなの、一休って読むの、一休、一休って書く、そう、一膝、冬のこたつ、確かにね。ゴミゴミさんハートありがとう。うん、もうフライパンそばだよ。なんかお、え、ユニバとか行きたい、メンバーと。ガチで行きたい。
プライベート旅行そうしてみたいなと思ってます。うん、いつも可愛いぞ、嬉しいぞ、ひさおちゃんハートありがとう。うん、爽やかいいね。なんかそういう旅に出たいな。バンボシさんありがとう、キラキラ。おっかん、大阪の平瀬は結婚して。なん、水族館巡りたいね。やっぱ大阪旅行行くしか。ユニバチケットゲッツしたよね。そうよ、一回さユニバ行こうとさゲットしてさ、夜のさバスとかも新夜行バスとかも取ったのにさ、お仕事あった前日にだからキャンセルした。神戸も行きたい。私さ計画性ゼロだからさ立てられないタイプなの。たいちゃん、あきおめ、あきおめ、長沢ガーデンとか下松健康パーク、ほう、山形県のクラゲ水族館、え、いいなぁ、遠そう。美ら海水族館いいね。たいちゃん豚骨スーパー、きおめ、計画性ゼロです。ハウステンボスって長崎？え？パシェちゃんと行きたいんだけど。アイコネーです。サバトラ猫ちゃん共鳴。ミチェルさんハートありがとう。長崎だよね。佐世保？佐世保バーガー食べたい。そうなんだよね。ナイトプール行きたい今年。今年ナイトプール行きたい。佐世保バーガー食べてみたい。アトラクションもあるの。いいな。長崎ちゃんめん。おばさんありがとう、バンボシさんありがとう。確かに時は公園あれだよ、あれロンギヌスの槍が刺さってるとこ。こばさん、バンボシさん、ひなととらさんありがとう。あー確認マンいいっすね。808さんもらありがとう。ひなととらさんのセンスありがとう。今アイコネーにライン返した。808さんもらありがとうね。ロンギヌス公園やばいね。いいと思う。ロンギヌス公園夜いいと思う多分。ネギショギュータさん、ミチルさんありがとう、ハート。フーさんパタパタありがとう。夜行かないと赤くないんだよね。私昼に散歩行ったんですよ。そしたらそう赤くなかったから残念ってなった。夜ね、なるほど。いや、夜ロンギヌスの槍の前でプロポーズするの部屋でやば。おもろい。プロポーズされたらどうしよう。イサオチハートありがとう。そういう時はこういう時どうしたらいいか分からないって言わないと。ハヤさんハートありがとう。思った、私さメール送るねちょっと言ってさ爆睡してた。笑えばいいと思うよ。プロポーズ、あ、いや、オッケーなのこれ。
じゃあメール書き書きし始めようかな。ふふさん、あきおめ、あきおめ、お絵かつ支持者さん結婚して、私はぁって言わないとね。私にプロポーズするなんて100億年早いのよ、ベーンって言わないとね。そう、寝てたのよ。ご飯食べた後爆睡しちゃった。しかもさ、ヒーターの前で爆睡したからさ、背中がちょっと焦げかけた。誰かと言いたい、パパ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 パ AT フィールド剣突破できません。イサオジャンプありがとう。八十八さん音符ありがとう。え、本当にさ、イサオジャンプありがとうね。え、ご飯食べると一気に眠くなるよね。びっくりするほど。イサオチありがとう、回復薬。イッシーさんありがとう、パッカーン。フリマルおばかさんありがとうね。イサオチ、ソラナルさんもありがとう。イッシーさん、ハヤスありがとう。ソラナルさん、あきおめ、コバさん、フリマルおばかさん、わ、マニョチだ。小人さん、かわいい、ありがとう。コバさん、ありがとう。マニョチありがとう。あきおめ、お礼あるよ。ナベさん、ありがとう。マニョチ、鉄塔タワー、これはちゃんと竜になってるよ。ミチェルさん、ナベさん、ありがとう。鉄塔タワーありがとう。7月1日にアッキーさん、ありがとう。マニオチありがとう。おる、マニョ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 、クマと竜を、そうちゃんと尻尾がくるんって、そう、あー、ありがとうだって。どういたしまして、ありがとうございました。あけおめ、改めてタラバガニさん、ありがとう。センス、今年もよろしくね。けれ、なんか眉毛って感じ。よかった、あれ着々とできて遅くなってごめんね。タラバガニさん、ありがとう。先生、花火演出ね、そんな感じ。確かに、ちょっと待って、メール書くよ。
やばい、バレてる。2024の書き直した。え、ここさ2027って書こうとしちゃったの。だからあ、やばいって2027って書こうとしちゃったの。危なかった。未来に行くとこだった。フリマロバカさん、コバさん、ありがとう。イッシーさん、センスありがとう。はっ、未来に行く。タイムリープしてるのがバレるとこ、あれ2027年から来たのがバレるところだったような。3年も先にギリオン、そう書いてる。そうそうそう、昼にさ書き寄る間にさ、そう、あっ、バイバイって時代を先取りしてしまいました。まよちゃんありがとね。あきおめ、そう、3じゃなくて7になっちゃった。タイムリッパーじゃないよ。あぶねーってなった。2027、え、ワンちゃん私2027年もアイドルしてそう。だってまだ3年後でしょ、24歳とかでしょ。わからんね、どうなんやろうね。アラサーだね、確かに。小賀さん、大谷さん、磯落ちありがとう。小人さんありがとう。でもどうなんだろうね、本当に。小葉さん、磯落ちありがとう。私の未来でもまだ続けてるよ。ロッピーさんありがとう。小葉さん、マニュチ先生ありがとう。ねえ、何歳までやってるんだろう。でもそんな私なんだろう、年、どうなんだろう。何やりたいことが見つかったらさ、みんなそうだよね、やりたいこと見つけたからやめるみたいな人が多いですよね。こうちゃん、やすくんありがとう。ん、本当経営者になってる。30までいけるやろ、28までやってね。どうなるんだろうね、私もわかんない。どんな辞め方をするのかもあんまり私は想像つかなくって。ロッピーさん、あ、共鳴、ありがとうね。そうね、お世話するときにお世話ね。コバさん、ハートありがとう。ネギ塩牛タンさん、ハート。クジラトさん、ハートありがとう。そうだね、なんだろう、すごい充実、毎日充実してたら多分ずっとやってるんじゃないかな、アイドル。リアルに本当充実してるからね、私。
白田さん、伊沢ちハートありがとう。でも私本当にまだ考えないな卒業は。まだやりたいことが見つかってなくって。そうね、納得いくまでアイドルさせていただきますね。わかる。メンバーのさなんか予期せぬメンバーの卒業発表が結構あ時ってなるよね。ヨーカノさんありがとう、ロッピーさんありがとう。もうなんか本当限界が何？なんかまだ私はその限度を知らないじゃないですか。だってやっと選抜に入ることができて、フリマロバカさんミキア君ありがとうハートで、なんかまだその選抜の中でも16番手だから、もっともっと上に上がって。もうこれ以上なんだろう目指す場所がないなって思ったら多分やめるんじゃないかな。だからまだ私はそこまで行ってないから大丈夫、こっからやで。それが見れたら多分笑顔でやめれる。多分それ以外の理由だったら多分本当達成感も何もなしにちょっと悔いが残りながらやめちゃうんじゃないかなと思うから。クジラトさん、イサオチ、みぞろ魂さん、ハートありがとう。だからみんなよろしくね。まだまだ私はここにいるのでよろしくね。やる気しかないよ。むしろここからって感じ、スタートラインって感じ。折り返し地点なのかな、わかんないけど。小人さんありがとう。スタートラインに立つのがちょっと時間かかったから、ここからが折り返しな気もするけど、どうなんだ。8083ハートありがとう。小人さんセンスありがとう。でも4年わかんない。10年アイドルしてたらさ、ちょっとさプロアイドルとしてさ、ちょっとなんかすごいマネージャーさんとかから優しくしてもらえそうだから、10年いるかも、ズーズーしく居座るかもしれん。これからだね。イサオチありがとうね。コバさんありがとう。最後の2期生はやばい。カズさんファイトありがとう。ミユさんダルもありがとう。サコちゃんでさえさ10年いてもさ23歳とかなんでしょ。やばいじゃん。最後の2期生になるか、目指すか。
ラトさんハートありがとう。最年長になるかもね、フリマルおばかさんハート、タラバガニさん共鳴ね、ベテランになれるまで。斉藤健さんありがとう、ミュウさん、ドルマフォーユーさんありがとうね、いいお手本の先輩になりたいです。小人さんありがとう、フリマロボカさん、クジラさんありがとう、コバさん、フリマロボカさんありがとうフリマロボカさんありがとう、ハート。それな、令和生まれのメンバーとかも出てくるかな、赤ちゃんじゃん。グループとしてのね、夢が叶ったらいいな。生まれた頃には STU がありました。やばいね、そういう子も出てくるかも。ちょっと寝ながら配信やばいな、お手本になれないな。さがなさんありがとう。出しキャプテンは絶対ないよ、絶対ないから安心して、絶対ないよ。私のことキャプテンに任せる人がいたら、え、あなた大丈夫ですかってなるよ。カーク、イサオチありがとう。今ねメール4通目送ったよ、全部召してろ。タミちゃん共鳴、あ、共鳴、自撮りも挟んどこ。服でも無理でしょ、私にはそんな役職なんて務まりません。召してろメール。え、可愛くない？さん、フリマロバカさんハートありがとう。マイカーのリーダーも絶対私なのにないよ。小人さんありがとう、センス。イサオチかわいい、お疲れありがとう。クジラタさんハートありがとうね。タビちゃん共鳴、カー君ハート、イサオチとさんありがとうございます。石井さん、コバさん、ネギ塩牛タンさん、フリマルさん、フォーユーさんありがとう、ネギ塩牛タンさん、みんな優しいね。なんかね、メール送りたいのいっぱいあるからさ、かわいい。
マリーさんありがとうセンス。ホーチハートありがとう。フォーユーさんハートありがとう。ホーチハートありがとう。コバさんセンスありがとう。何かが変わるかな。5通目送った。ゆきなりさん、はじすけさん、こばさん、いっしーさん、いさおち、まめたるおきなさん、からすさん、はじすけさん、さくりんち、ありがとね。ほうち、まめたるおきなさん、ありがとう。あ、大久野島、え、いいじゃん。聖地巡礼嬉しいな。うさぎかわいいでしょ。よかったよ、気に入ってもらえてね。私も撮影で行って嬉しかった。一旦休憩。メール、クジラとさん、放置、ともさん、ありがとう。ハロー、かんすけさん、バラありがとう。お豆腐おいしいよ。あ、届いてきてる、嬉しい。わたぷりちゃん結婚して、えぇ、ー、フェシテールがえぐい、ごめん。そばのグラビアのロケ地だ。すき焼き画像、すき焼き、メロンも美味しいよ。美味しかった。あー、この後配信終わった後ご飯食べたくなっちゃうか。どう思う？ええで嬉しいの？ええ、ステーキ食っちまった。食っちまった。大阪の広瀬でハートありがとう。歯磨きしたの後悔してます。大丈夫だよ。ゴンタさんハートありがとう。ステーキ写真、まだ食べていい？ああ、いさおち、うま、ありがとう。うま、素敵なことですよ。お役目お疲れ様。福ちゃんち、お礼あります。マンボシさん、かわいい、ありがとう。福ちゃんち、センスありがとう。福ちゃんち、今お礼してもいいですか？おたまるさん結婚して、ね、飛騨牛美味しすぎた。あ、福ちゃんち、では行きますね。じゃん、福ちゃんち、まずは今年1年リコチに支えられました、ありがとうと、ゆくとしたわ、ありがとうございます。大晦日、はちらはちさん、ハートありがとう。12月31日ありがとうございました。八郎八さん、ありがとう。ハート。
メール届いてる。そして1月1日2024年になった時、くるとしたわありがとう。ちょっと変えてみて、タツノオトシゴを書いてみた。ありがとう福ちゃんち。ゆく年くる年ありがとう。タツノオトシゴ、クマもタツノオトシゴになってる。ありがとう福ちゃん、福ちゃんち。クマのオトシゴ、タコのオトシゴ。あ、スクショしてくれたの嬉しい。ありがとう、ありがとうね。よかった。そう、お仕事お疲れ様。偉すぎるって。カズさんいいじゃん、ありがとう。フグちゃんちありがとう。こちらこそありがとう。ほんと可愛いし綺麗。お、嬉しい、褒め上手だ。褒め上手。この4もちょっと危ないかも。この4は3になってる。やばいね、私ちょっと時空がね、あっち行ったりこっち行ったり危ないでございます。ファンキーな鉄の年頃ね、こんな、あ、メールさん続々届くんじゃない。すき焼き美味しかったよ、忙しい。バナナのアイス、めっちゃバナナだった。でも一番なんかクリーミーで美味しかった、うん、おかんに言うてみ。うん、喉やばい。新年あるあるですか。そうだよね。いや、わかる。3から4はむずいよ。リカバリー難しい、慣れないよね。だって私2008年で終わってるもん。私のあれなんか、すき焼き美味しかったよ。うん、令和5年じゃないのか。あれもう令和6年、やばいね。早起きやで。いさおちゃんありがとう。お薬、そうだよね、みんな初めての2024年だもんね。こんなもんだよね。イサオチハートありがとう。あ、いってらっしゃい、お仕事。イサオチハートありがとう。背中かゆ。小人さんセンスありがとうございます。令和の感覚10ヶ月ぐらい。千引き屋さんのアイス、それ私も初めてのチャレンジだったんですけど。ね、アイス美味しかったよ。いや、そうだよね。2023、2024年についていけないよ。こんばんは皆さん。ね、10ヶ月くらいかかる、間違いない。ベリアファさん10ありがとう。でもあんまりエヴァとか私書くタイミングないので、最近5年、あのこの前5年って知って、ああ今5年なんだ、じゃあ6年か、次は今年6年なんですね。コバさんセンスありがとうございます。うん、メール続々と届きようやない、来たよ。ちゃんち、フリマルおばかさん、バンボシさん、ネギ塩牛タンさん、キアさん、ホーチ、え、
なんだっけ、それなんて呼ぶんだっけ、どういう意味。コバさん、ミキヤくん、シーバスさん、ありがとうございます。新年初離席まだまだもうしたじゃん。だってショウさん、コバさん、ありがとう。イエーイ。シーバスさん、ミキヤくん、ありがとう。コバさん、ありがとう。メールの写真、実家だとあんまり自分の写真撮らないからさ、変な感じ。稲荷町それだよ、みんな信じてくれた。稲荷町なんて何それ、陸地みたいな反応されたんですけど、あるじゃんあるじゃん、これだよって。ハゼピーさん、ありがとう。パッカン、プチテツさん、ありがとう。今日もそうよ、お昼にちょっとだけ離席したんだから、それで満足してよね。稲荷町の画像よき。ちょっとさ、私あんまり映え写真というものが撮れないからさ、ちょっと毎回すみません、映えない写真ばっかり送って。ヨウくん、ありがとう。なんかもうほんと日記みたいなさメールになってない、私って。見忘れ、ああ戊辰戦争か、なんだっけあれ、甘夏だったかな。チンさん、稲荷餅美味しかった。稲荷餅って餅吉の稲荷餅もかなり美味しいよね、あれ。あれでめっちゃ感動したもん。餅吉ってガチ美味しいよね。うん。日記みたいなメールでもいい？これからも。じゃあこれからもそれでいくね。交換日記だよ我々との。発作甘夏。レモン博士さん、興味ありがとう。それ、もち吉どれも美味しいんだよね。リノロフィーさん、ハートありがとう。あと2通メール送ったら。でもまだ時間はたくさんあるから大丈夫。そう、メロンめっちゃ甘かった。なんか、しかもいい感じに売れてたので。イサオチ、ハートありがとう。マンゴーも。いやでもマンゴー、私はねもうフィリピンで食べたマンゴーも美味しかったんだよね。バンボシさん、ありがとう。編集もちきちもダンバラにあります、ウケる。じゃあもうダンバラ行くしか。いくらプリプリだよ。ヤシさん、コバさん、サクリンチ、ありがとう。しんいちさん、ありがとう。あ、ほんと日記みたいな内容だと真剣感がさらに湧く。よかった、よかったよかったね。28日に届いてよかった。メステロメールつらいよね、ごめん。小型ペンギンさん、共鳴共鳴共鳴だ。ほんと大粒のいくらすぎた、プチプチ。この後も食べたいぐらい。クジラトさん、ハートありがとう。いくらラブ、いくら、いくら食べたんって、2杯。もうさ、ほんといくら美味しかった。やっぱいくらって美味しいよね。ひさうち、ハートありがとう。めっちゃわかる、中尾のいくら丼やばいよね。中尾のいくら丼、あれやばいよね。あれって本物のいくらなのかな。本物のいくらとか偽物のいくらとかそんなんないやろうけど。いくらおかんにいいな、向いてくれたで。コポン、コポン、何いくら丼調味料なし。うん、もういくらの味そのものでいただきました。最初はわさび醤油かけたんだけど味濃ゆすぎたから。そう、ひさおコーヒーさん、ありがとう。あ、そうか、人工いくらもそうか、あるか、本物いくらだったと多分ね。私わかんないけど、いくらの違いが。中尾の親子丼とかも絶対おいしいじゃん。クジラトさん、ハートありがとう。石さん、ありがとうね。キラキラ
本物お湯かけると白くなる。ああそうなんだ、卵だから火が通っちゃうってこと。へえ。私イクラといえばファインディングニモのお母さんとお父さんのその何卵たちがなんか大きな魚に襲われて傷ついちゃって、その卵がニモだったっていう。でも生き残ったんだよねニモだけが。他は全部卵潰れちゃったのかな。はーいバブーちゃん、あ天然イクラなんだ。そうなの、行きたい。でもさあのさ海の中にいるイクラとかさ、プチってやったらさ破裂してさ、もう海のさ養分としてさいなくなっちゃうと思ったらさ、ちょっと悲しいよね。それな今親がそれいいね、卵守るのめっちゃ可愛いんだけど、ガリ好きだよ。へえ。不思議な感覚、卵ってプチンってしたらその養分たちが全部弾けてなくなっちゃうってことでしょ。小手尾ひろさんハートありがとう。中尾ランチ頑張れ、おやすさんの役目。明日から仕事始めの人多いよね。福ちゃんちありがとう。センス八郎八さんハート、ゴンタさんハートありがとう。今日からのお役目と昨日からお役目とか全然そんなのもあったと思うけど、数の子食べてないね。ファイティングにも、いや誰と戦う、えぐいよ。イサオチハートありがとう。そうだ、ネタだけ食べた。アナゴのネタどっか行った。ケイケイさんハートありがとう。中の店内のお茶、わかんないよ。明日お仕事大変だね。あ、そうなんだ。そういう理由が、で、人口いくら。あ、ほとんど売られてない。あ、そうなの？天然も安くなった。ジジトミーさん、共鳴、共鳴。よかった。ね。明日も仕事頑張る？使えない気です。カピカピ穴穴子ほんとどこ行ったんだ。ファインディング穴子やばい。ファインディング穴子、でもファイティングにも確かに、ファインディングにもね、私も分かんなかった、ファインディングの意味。あでもあにも探すって意味かって思って。イサオチハート、クジラトさんハートありがとう。岩国の寿司屋絶対美味しい。適度に頑張ろう。そうしよう。なんかさ唇の皮むけるんだよね今、むけおる唇。今乾燥したりしたらさ唇って皮むけるじゃん。今それ状態。鼻の頭の皮もむけおる。ちゃんとケアしてあげなきゃね。ダッピダッピー。一皮むけます。ネギ塩牛タンパンありがとう。ハートおさくりんち可愛い、ありがとう。休憩、離席休憩するの。大丈夫でございますわよ。クジラトさんハート、ヨウくんハート、フグちゃんちかわいい、ありがとう。プルプルになった。つぶちゃんが一番好きな食べ物ご飯なんじゃない。普通にカリカリ、つぶちゃん何でも好きよ。ほんとにゃんにゃん。約9時発、いざおち。
のんびり過ごせるのもあと1日かって。コバさんありがとうセンス。飛べない豚さん結婚して。煽りみたい。体調良き。めっちゃ良きだよ。めっちゃ良きです本当に。ただこうやってゲーゲーってするんでだけで。コバさんセンスありがとうね。お休みをゆっくり過ごしましょう。うん、体調すこぶるいいよ。煽り受け。いさおちゃんありがとう。じゃあメールをちょっと書くか。いさおちゃんありがとう。回復薬書き初めしたいですね。レディのたしなみとは。ふくちゃんち、かわいい、ありがとう。ぽよさん、ハートありがとう。もろみさん、あきょめ、あきょめ。ハートもこばさんも、ハート。しいたけさん、センス。ほうち、こばさん。ともさん、認証牛タンさん、ふくちゃんち。整ってる、お肌もね。嬉しい、ようくん、はやすさん、こばさん、いさおち。にぎしゅう牛タンさん、やすくん。ぽよさん、ふくちゃんち。いさおち、やすくん。にぎしゅう牛タンさん、ありがとう。おー、ゆうや、あけおめ。たくさんありがとう。ひろさんもあけおめ。素敵だなんて。ウッポさん、ミラボありがとう。平吉さん、ハート。コバさん、ハート。うん、イサオチ、ハート。ゴンタさん、ハート。ワタボリちゃん、ホーチ、アキオメ。バリーさん、センス。フクちゃんちもセンス。コバさん、ありがとう、ハート。フクちゃんち、パタパタ。シーバスさん、ネギショギュウちゃんさん、コバさん、ハート、ありがとう。落ち着いて。ケイケイさん、イサオチ、ありがとう。フクちゃんち、パタパタ。トモさん、ワタプリちゃん、ハートありがとう。アリさん、ありがとうね。バリーさんも、コウちゃんも、フクちゃんちゃん、ありがとう。ありがとう。ミラボありがとう。タワーのお礼あります。あ、メール
ール送れるよ。やばい、福ちゃんち、トモさん、イサオチ、ケイケイさん、アリさん、力技だって、コウちゃん、福ちゃんち、バリーさん、ネギ醤油団さん、イサオチ、コバさん、ユウヤ、ウッポさん、ネギ醤油団さん、コバさん、福ちゃんち、ヨウくん、ネギ醤油団さん、コバさん、福ちゃんち、イサオチ、コバさん、ヨウくん、コバさん、ありがとう。そしてじゃじゃん、怖い、ウッポさん、鉄塔×に&クルータワー Thank you。 生ガキに当たって体調最悪につき、ミラボと押し間違えタワーも含まれる、ありがとう。クールー、アリさん、ハートありがとう、ありがとね。鉄塔タワーと鉄塔かっこミラボと押し間違えタワーとクールタワー、ありがとう。ありがとう、ウッポさん。ロメさん、ハートありがとう。月山さん、クールロメさん、ありがとう、ハート。え、ウッポさん、白返し、え、城に白返し、え、タワーに白返し、怖い怖い。ロムさん、ありがとう。イサオチも、ハートありがとう。え、英語ちょっと、うん、あれかも、レアかも。え、ちゃんと学習しろ。あー、うん、お礼書かないでいいみたいな書いてた。じゃあ書いちゃろ。え、でもちょっと待って、その前のうちメール書く。フェイスインフェイス、フェイスインフェイスかもしれない。え、嘘、なんでよ。お城ありがとう。八千八さん、ハートありがとう。え、何次郎それ、なんで本当にお礼いらないの、なんで。私にお礼は書かなくていいと言ったはずです。ちゃんと学習しろ。うまっ、え、待って、うまっ、ちゃんと学習しろ。いや、急にうまい。おもろ。八千八さん、ハートありがとう。そうやん、え、ありがとう。しまじろー、え、うまいやん。ちょっと私そういうの好きやわ。どうしたらいいのじゃ。どうしたらいい、本当にお礼しなくていいの。うん、おっさんさまさん、ハートありがとう。貴族ってほんとすごいよね。おお、名言、強すぎてちょっとびっくりしてる。どうする、それの、どうするん、すごいわ。お礼したらまた白返しされてさ、ウッポさんのさ2024年のさ、うん、お財布がさ、そこついたらよくない。ありがとう。新しい配信続けてもらえれば。そうね、これからこれからじゃあ楽しい配信をできるように頑張るわ。 Promise。 いや、ウッポさん強すぎたわ、強すぎました。え、じゃあちょっとびっくりしたところで、びっくりしたところでって言い方やばいね。ちょっとラストメールを送るよん。ヨーク、ネギ醤油団さん、ハート、福ちゃんち、ありがとう。センス、今日もゆっくりよきやで。
くん、レインボースターありがとうね。ヨウくん、ヤスくん、イサオチ、フリマロボガさん、ネギシオキュータンさん、ハート、おさんでさんさん、共鳴、バイバイ、コバさん、ハート、シーバスさん、ネギシオキュータンさん、ハート、バンボシさん、ホットチョコ、ノロスケさん、センス、ありがとう。 JKT 知ってますよ。 JKT48 さん大好きです。サオチ、ヤスくん、ホーチ、ケイケイさん、リノロフィーさん、ネギシオギュータンさん、ノロスケさん、ホーチ、やばい、ネギシオギュータンさん、コバさん、ヤスくん、コバさん、フグちゃん、チシーバスさん、ヤスくん、ヤスくん、ネギシオギュータンさん、ありがとう。え、それな、クアラルンプールみたいな、クアラルンプール48みたいな、 KLP48、 やばいよね。飛べないベタさん、共鳴、ヤスくん、ネギシオギュータンさん、コバさん、ありがとう、ハート。って思った、びっくりだった、すごいよね。新しいグループができるんだ、クアラルンプール、ナイトプール48、やばいね。緑色なんだ、ぽいね。なんかイサオチ、ハートありがとう。シンガポールかぽいね。なんか移籍しないとか言われたらどうする、どうしよう。兼任ならいけるかも。でも私が移籍はないやろ。柏木由紀さんの移籍なら確かに知名度もあるし人気もあるからってわかる気がする。私はないでしょ。たくまさん、センスありがとう。留学生みたいな形でクアラルンプール、クアラルンプールでモテるかな、私。モテ顔かな、クアラルンプールの。なんか世界で違うじゃないですか、各国モテ顔みたいな。お会いに来る、ほんとお会いにされるかな。大金持ちになれるかな。え、そのエピソードめっちゃ好きです。どうかね。でも私日本好きだし ST48 も大好きだから、なら兼任がいいな。そらさん、共鳴ありがとう。共鳴、ヤシさん、ハートありがとう。リコちゃん、どこに行ってもヤス可愛いよ、爆モテしますよ、嬉しいです。イサオチありがとう。あ、回復薬ありがとう。マコクマさん、ハートありがとう。なんでフランスだと日本人女性人気、なんで。ふみおさんありがとう、ハート。リコちゃん、 STU の宝だからありがとうね。大好きだもん、私も STU が大好きだし日本も大好きだから。遺跡はちょっと、いや、そんなこと かけられてないからさ、持ちかけられてないからあれだけど、遺跡は分かんないな。おさんじさむさん、バラありがとう。うさださん、ハートありがとう。フランス人のか女性は逆に意地悪な、優しいからじゃないって。あ、そうなの。のぶろうさん、ハート。いさおち、ハートありがとう。確かに外国の女性は確かに強いね。でも兼任なら考えようかな。絶対爆モテするやん、嫉妬しないで。ジェラ、ジェラですか。彼女が飲み会に行く時のちょっと嫌な感じの気分ですか今。勝手になんか勝手にジェラされてるとポジティブ変換してるやつ。うん、離席は良いけど移籍はダメです。いいこと言ったって思っただろう。
離席は OK、 離席だけにしてください。わかりました。女友達だけだよ、フォローされ、そう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 、バレた。ウケる。ジェラピケ、ジェラシックワーク、ジェラシックワールド、ジェラッコリー、うん、彼女はSPR は何、スーパースプラッシュ、あ、札幌か、札幌遺跡か。イサオちゃんありがとう、ハート。クジラトさんもハートありがとう。札幌はどうやろ、スーパーリコチ48かと思った。コウジさん共鳴、あ、共鳴、確かに海鮮丼とか絶対美味しいもんね。いくら食べ放題、ホタテとか食べ放題か。コウジさんありがとう、ハート。50% ぐらいちょっと考えた。はあって、できるかね、 SPR48、 札幌48。でも NGT さんができたからね、そこで新潟なんやと思ってちょっと嬉しかった。 NGTKDO48、 工藤やん、絶対に工藤やん。ノイズのおこがましい、おこがましいです。兼任とかだったらちょっと嬉しいかもしれないけど、いやでも学ぶことが多いだろうから、うん、おこがましいにも程があります、こんな発言。札幌ラーメン食べてみたい。でもまあそろそろ終わろうかな。リコちゃんまだやってた。嘘、ゆみこ姉さん、ゆみこ姉さん会いたいな。お疲れ様です。キハさんハートありがとう。味噌バターコーンが美味しいの、絶対おいしいに決まっとるやんね。味噌でバターでコーン、あれ大好き。私もパーカー好き。 PK48 なんか違うな。タッチーさんハートありがとう。じゅんいちさんハートありがとうございます。今日の目標睡眠時刻は1時です。でも多分昨日も配信終わってすぐお風呂入って0時とかに布団入ってたからだからいけそうです。コバさんハートありがとう。なんか実家って早くさ、なんか床につける気がするんだけど、なんでなんだろう。キャラに使い分けるしかね。相変わらず唇がザラザラしてます。タッチーさんハートありがとうね。実家って早寝できるし、割となんか暇なんですよ実家って。割となんかすることなくて、そう配信ぐらい、うん、片付いてるから、うん、だしスマホ触る時間とかもなんか実家はあんまりそれが必要ないというか、スマホ触んなくてもなんか家族と話すからスマホ触んないし。タッチーさんハートありがとう。そう実家割と暇です。実家暇はガチよね。ヤシさんハートありがとう。でもその暇がありがてえんだよな。そう暇ってマジありがたい。大阪のひろしさんハートありがとう。うん、つぶちゃんとぽぽちゃん数しか分かりすぎるよね。そう喋ったら、あ、ほんとネット見る。私割とスマホ立ちができます。いさおちハートありがとう。のろすけさんいいねありがとう。
アリさんハートありがとう。ふみおさんハートありがとう。私ね、もともとそんな部屋がなかったので、ここは自分の部屋ではあるけど、そのまま残ってますね。そう考えたらなんか勉強机リビングに置いてリビングで勉強してたタイプだから。久落ちハート、小葉さん、佐賀さんハート、福ちゃんちセンスありがとう。そうだから、そんな自分の部屋という概念なかったんだよな。小葉さんハートありがとう。ツーデスさんハートありがとう。わかる、実家はね、寝るか食べるかなんですよね、もう。ありがとう。え、だって今日も家から出てないよ。そうです、小葉さんありがとう。そう、実家だから、そう、配信いっぱいしております。そうなの。209歩だ、今日。昨日は1000歩歩いてる、かろうじて。やばいよ、だってほらこの差。あ、やばい、本棚が丸見えだ。本棚が丸見えだ。うちの部屋の本棚が丸見えだった。これならまだかろうじていける。ほら、1万5000歩からどん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 下がって209歩、やばいって。そう、寝る食う吸うしかない。歩数がバグってる。1万5000歩歩いてるの、すごっ。もうほんと家から出てない。出なくね、出なくね、ウケる。歩かない、めちゃめちゃ歩きません。ちょっと数は5分今ねくね。あ、え、おやすちメール届いた？健やかメールとか、あ、健やかメール歩数は良くないね。大谷さん超えるの。 OP さんありがとう。冬ね、お役目始まったら筋肉痛。しかも私のお役目始め、お役目始めやばいです。絶対筋肉痛不可避なお役目なので頑張ります。ヒデさんバラありがとう。アリさんハートありがとう。はあ、ふう、じゃあそろそろ配信を終わろうかな。また明日もいっぱい配信します。あ、おやすちメール届いたよ。ウケる。そっか、伊佐内ハートありがとう。八つ太郎さんハートありがとう。そんな私配信してたんだ今日。これからも大量に配信するね。八つ太郎さん、ヤシさんありがとう。ハート穏やかでしょ。あ、思った、瀬戸チャレの、え、再放送あるの。東京 MX さんでね、わかった。せいくん、カズさんありがとう、ありがとう。でも私はちょっと今ツイッターは動かしていいのかな、わかんない。なのでぜひ皆さん、ここでこの場で言っておこう、もし東京 MX さん見れる地域にお住まいの方はぜひとも今夜瀬戸チャレ八島編見てくださると嬉しいです。あー、早起き頑張って、本当に。そして今日でね、そのグッズの受注受付も、そう、新春グッズ、新春グッズの
受注受付本日までなのでぜひともよろしくお願いします。テレビがない、頑張れ頑張るけど、薄めヘアオイル、ウルリス、お絵かきいっぱいするわこれから。アスカリコちゃんは今日までです。大丈夫しましたよ、ありがとう。じゃあね、みんな見てくれてありがとうね。じゃあ皆さん健やかに過ごしましょう。みんなが健やかに過ごせることも祈っています。じゃあね、39位から塗り絵してみ。39位、ソニチ、ひまわりん19さん、あやかちゃん、ズーデスさん、ヨウくん、コウジ、飛べない豚さん、サトくんさん、大好きわたぶりちゃん、マニョチ、ボヤキーさん、おさんずすむさん、シーバスさん、サンソンさん、ノロスケさん、310ケンさん、クジラトさん、フォーユーさん、アリさん、フリマロバカさん、燃えるゴミゴミな人さん、ハヤさん、ホーチ、あー脱身戦争だったっけ、なんだっけ忘れちゃった、大阪のヒロシだよ、808さん、カズさん、イッシーさん、サクリンチ、ネギ塩牛タンさん、ネギ塩牛タンさん、山猫坊主さん、ユウヤ、浦部さん、バモシさん、そして本日の秋元先生枠はバリー先生です。ありがとうございます。福ちゃんち、今日もゆっくり良きですね。磯落ち、今日もリコちゃん楽しついていきます。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は磯落ちでした。間違えてた。第3位はヤスくんでした。ヤスくんありがとう。え、めっちゃ文字化けしてる、なんかね文字化けしがち、ありがとうヤスくん。第2位はコバさんでした。コバさんも見てくれてありがとう。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさんありがとう。ウッポさん、タワーもありがとう。学習したありがとう。違うよ、ありがとうね、ごめんね。みんな私の配信見てくださってありがとうございました。白黒さんありがとうね。福ちゃんちもお疲れありがとうね。バリーさんありがとうと、お疲れ、こちらこそありがとう。あ、今夜も可愛かった、嬉しい。アイリと佐藤さん、お手紙ありがとう。ゆうやお疲れ、お疲れ、ありがとう。配信見てくれて本当にありがとうございました。あ、ズーレさんお疲れありがとう。イサオチもお疲れ。イサオチありがとうも可愛いも、お疲れもたくさんありがとう。シーバスさんありがとう、ありがとう。じゃあ皆さん今日も健やかに眠りましょう。うわー、ふくちゃんちありがとう、ありがとう。リリカルスクールさん、あきおめ、それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー、みんな健やかに、おやすちー、まささん、あきおめ、ノンアラします、ノンアラ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 、じゃあね、おやすちー、健やかに行こうね。あ、お薬飲もう。あ、お薬飲むためにご飯食べよう。大好きバタプリちゃん、ハートありがとう。じゃあみんな健やかに、おやすちー、また明日配信するので見てね。じゃね、5時40分頑張れ、早起きファイト応援してる。ではおいそうち、ありがとう、ありがとう。